9月といえば祝日が2回あります。はい、敬老の日と秋分の日です。はい、この2つの祝日は同じ週にあるので、この週はなんだかたくさん休める感じがして、同じ週にあるんですね。そうなんです、得をした感じがします。はい、何かと予定を立てやすいですよね。はい、計画しやすいなと思うんです。はい、インドア派アウトドア派でお休みのこの過ごし方も変わってくると思うんですね。そうですね。はい、もともと私はインドア派なんですけども、はい、腎臓が悪くなって人工透析を週に3回するような、まあ、そういう制約がある生活になって、はい、まあ、できることが限られてきたので、はい、アウトドアにも積極的に取り組みたいなと思っています。あ、いいですね。はい、なので2回ある連休の1つはアウトドアに、はい、もう1つはインドアに過ごしたいと計画しています。あ、そうですか。はい、はい、敬老の日は家族や仲間たちとキャンプで過ごしたいと思っています。はい、秋分の日は整理整頓ですね。あ、インドアですね。はい、身の回りの整理をしようと思っています。はい、どちらも大好きなゴスペルを聞きながら過ごしていきたいと思っています。皆さんはどのような過ごし方を計画されているでしょうか。というわけで今日もゴスペルレディオステーション、素敵なゴスペル音楽とトークをお届けしていきます。